というのもあるんでしょうけれども、さあこの順位、今ジャービス、アスマー、大島、ジェイクス、バード、バーマン、セナ、ヒルケンバーグの順位、おっと7番手8番手争いやつだ。赤い車が見えましたけれども1台、そしてもう1台ちょっとこれ絡んでますよね、ええ、セナですか。この赤い車、手前に見えるのがこれヒルケンバーグの車ですね。もう1台いましたからね、はい、紫色っぽかったので。先ほどから話題になっているマンダリンでの事故です。ヒルケンバーグはリアウィングないですね、うん、でもそれ以上にパーツが飛び散っています。もう一台ちょっと画面に見えないですけれども、はい、マンダリンの立ち上がりで2台赤いのと、もう一台いますよね。あ、そうですね、左側全部こうぶつけている車ですね。あ、紫色っぽく見えるんで、セナ、位置的にセナかもしれないですね、はい、あ、後ろの車うまく避けましたね、うん、ジェリーストレート塚越といったところなんでしょうけど、塚越でも来てますね今ちょうどね、はい、セナのマシンが目の前に来てたんで、